everyone. How you doing? I'm Crystal from Honolulu. Today is 24 August, Second Friday. 皆さんおはようございます。クリスタルです。お目覚めいかがですか？アロハフライデーですね。なんかウキウキワクワクしますよね。はい、今朝もね、ホノルルより毎朝ラジオをスタートしていきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。今日はですね、月がね、引き続き蟹座さんにあります。それと同時にね、なんか結構海外の占星術師さんたちは8月の、星の、ビッグイベントの中に一つに入れているのが今日起こるんですね。それが今獅子座にある金星。金星っていうのは、愛情とか、楽しいこと、美容をもちろん、金融とかね、そういうのを深めた、人生の中での、楽しいキラキラした、分野を担当するのが金星。それとね、変革、突然括弧閉じるの、天王星。突然変革が起きるかもしれない。でもそれは意識の変革、要は新天地に連れてってくれる、外惑星天王星の、地下のパワーをも、すごいパワーを持っているオクターブのパワーを持っている、惑星なんですよね。これが天王星。これがね90度という、葛藤、一般的には葛藤っていう配置でジャスト90度になるのがね夜のね10時25分なんですけど、何かしら、世間的に言われているのは、お金に関する何か、価値観とか何か動きがあるかもしれないっていうのと、はい、それと、やっぱり、日常的にやっぱ言われるのは恋愛とか、なんか、いきなり冷めたとか、いきなり冷めたっていうか、なんだろう、いきなりカクンってシフトするときってやっぱあるじゃないですか。その恋愛だけじゃなくて、まあ、友情関係だったとしても今ってなんかガラッと友達の顔ぶれが変わるみたいなね、例えば子供の時で言ったら、中学校から高校に行った時は、生徒の顔が、ね、友達が変わるっていうぐらいなのが大人の、私たちの日常生活でも起きるぐらいの、変革が起きていると思うんですよ。すごくどん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 、もう本当に、分裂って言ったらいいのかな、それぞれの今だった混合だったのがだいぶ、自分の、類は友呼ぶっていうかな、波動の法則がすごくね、綺麗にね区分けされてきているっていうのがこの金星と牡牛の天王星の90度も、関与していると思います。はい、うん、あと愛情に関しても、すごくねこの何かしら、葛藤とかもしかしたら中に前目の前にそういうイベント的なことが起きるかもしれないけど、そうだとしても、悪いようにはいかなくて、深い愛情に、どんどん変わっていくとか、はい、で中には金星だから、何か、美容とかに目覚めるとか、髪型を変えることによって本当に大げさじゃなくて性格が変わるとか、ファッションも変わっていくみたいな感じで、それが、最初にして、ただ髪を切りに行っただけが、なんか突然ショートカットにしたいなと思って、そうすると、美容院出たらなんかすごくルンルンになって、まあ、ちょうど新月も近いし、新月待ってお洋服買うとか、そういうのしてどんどんね中のキャラクター性格も変わる人も、もちろんそういうことも、起きる、このね獅子座金星と天王星の90度の配置だと思います。でどういう風に、ね、変わっていくんでしょう。なんか金星だけ、金星と天王星やから個性的な変革につながれば、めちゃめちゃ楽しいですよねっていう風にクリスタルは、思いました。そしてですね、ごめんなさいね、さっきね、そう、でもね、そうそう、ごめんなさい、このね、金星と天王星が、例えば、なんか、恋愛的にも、うわ、やっぱりそう言いながらも、ショックだっていうようなことの、ことが突然起きたりとかね、冷めたとか、反対に冷めたって言われるようなことは、あってはならないことなんですけど、ショックだけど、ショックだったとしても、そこに、今日の月の、蟹座さんと、なんと、土星が、120度っていう高角度で手をつないでくれてサポートしてくれてるんですね。基本的にこれも月が蟹座の時だけでもすごくセンシティブだったり心配性になる人も、自分の元のキャラクターがちょっとね、センシティブだったりする人はそれを受けやすい人がいるかもしれないと思います。結構たくさん、うん、でもって、品質っていうのか、ごめんなさい、日本語は思い浮かばない。月の蟹座さんと土星の組み合わせって、例えば水瓶座の土星さんとかよりね、とか天秤座の土星さんより余計、マイナスに効く可能性が、確率が高いってやっぱり言われているんですね。
っていうのは必要以上に心配する。例えばお友達と、バイバイで別れた後に、あれ今日私変なこと言っちゃったかしらとか、嫌われちゃったかしらとか、勝手に、妄想してしまう、妄想して瞑想してしまう、不安な方にっていう方に行くことがあり得るんですね。それは、例えば、蟹座さん、蟹座土星の人とか出生図で、全員じゃないですよ、そういう傾向がある。もうそれもクリアしてる人もいると思うから、からとか、その、月の蟹座と土星が、ちょっとね悪いっていうか、ちょっとそれこそ90度だったりとか、とか180度の時にはそういう風に出る確率も高いんですけど、今日はなんと120度っていう感じなんで、要は、月の蟹座さん的な愛情表現で言ったら、愛情いっぱいで人を、世話をするし、全部包み込むような、お母さんみたいな感じの愛情のところに土星のいいように出るわけだから、ドシンとしているね、安定感がある、肝っ玉母ちゃん的に、もしもこの金星と天王星で誰か人ね、何かこう嫌だなっていうちょっとね意識を変革させるために、何かちょっと一瞬でもそういうことが起きたとしても、そのこの月と土星がすごいサポートしてくれてるから、何かしら早く気持ちを変革できたり落ち着いたり、それを自分その起きた状況とかにも愛情を持って、自分を第三者的に見れたり、相手をそういうような気持ちでね受け入れる感じで見れると思うんですよね。感情だけがこう表に出てこないっていうような、サポートになるのではないかと思います。はい、そしてですね、今日ね太陽は、引き続き獅子座さんにあります。そしてね、4日に向けてのねカリスマ度数で起きる、新月に向けてどんどんねエネルギーがアップしていってます。で今日の、11度の、太陽ね獅子座からの私たちに降り注ぐ、サポートのエネルギーは、はい、どんなもんでしょうかって言ったら、アイデアがたくさん出てきます。そしてそれが面白いアイデアであって、楽しいアイデアであって、大人でありながらどんな状況でも遊ぶことに結構熱中できる、だから、天才ですよ。これももうすでにカリスマの教育に入ってますけど、はい、これって素敵ですよね。これ私たちがみんなこういう風になれたらどんだけ、風の時代が楽しく早く移行できるかって感じなんですけど、そういう大きなサポートをしてくれてます。はい、この太陽がですね昨日と同じく双子座にある火星、チャレンジ戦士、自分が行動するとしてボディだとしたら、火星はそれの、ガソリンのエンジンであります。はい、チャレンジ戦士ね、行動力、はい、60度、これも、高角度です。そしてねもう一つは、同じく双子座にある木星、発展拡大幸せの、星、木星、これとも60度。そしてね、太陽と火星ともう一つ、昨日お伝えしたんですけど、私たちの、魂が、今回ね行く方向、ドラゴンヘッド羊座さんにあります。 I am です。自分のアイデンティティ、どうしたらいいか、自分軸で進む、このね太陽と火星とドラゴンヘッドが同じく今日も、小三角形で、私たちの行く方向に、力強くね、ちょっとね男性的なエネルギーでね攻める感じでね、背中を押してくれてます。今日がねラストデーになります。ピークをね迎えるのでね、はい、なんでね今日結構良さそうな感じしません？はい、だからあえてなんかこう意識的な、天王星とその金星が聞いてくる変革あってもいいんじゃないかなと思うんですよね。反対に受けて立とうって感じですよね。はい、そしてね、連日お伝えして、またちょっとごめんなさい、またトピック切りますね。どんどん、近づいていきます。まだ大丈夫です。はい、そのね双子座にある発展拡大幸せの木星ね、拡大進化っていう風な膨張する方だと思ってください。それと正反対の、引き締める方、さっき言った今日月と手を結んでくれてる土星ジージ、これがまだオーブは離れてるんですけど、多分4ぐらいだったかな、90度なんですね。これって20年に1回いつも起きてるんです。どういういろいろ変革はあるけど、20年に1回メインは全ての人に、人類に共通している、何がこの木星と土星は私たちに、促してくれているかって言ったら、はい、あなたのね信念体系っていうんですか、信念とか観念に関して、変わっていくようにいつも流してくれてます。だから、昨日も言ったように、いける、やったー、
ってポジティブになったと思ったらやっぱり私無理みたいな感じでね、なんかすごいね、もうね、すごい腹筋と筋トレみたいな感じのね、しかもねスパンが短い感じで、人によってはこれ鬱なんちゃん、いやもうなんか抜けた、鬱なんちゃん、いや覚醒されたみたいな感じのね、こんな感じでやってくるんですけど、それをやってパコーンで抜けて、なんで私こんな悩んでたんだろう、何にも悩むことないじゃん、お気楽で行こうぐらいね、いけるようになるかもしれないっていうぐらいの大きな覚醒をさせるのが、意識の覚醒をさせるのが木星と土星なんですね。そして20年前ってすっごい前になるけど、だからこそ絶対変わってない人はいないと思うんですけど、でもあえてね、楽しむならね、自分を復習してみるなら、はい、20年前の何かに対しての、例えばね、もう一番わかりやすいのが、この地球上でね、みんなにね持たされてるのはね、恐怖心、罪悪感、はい、これに関してどうですか、具合はどうですか。例えば罪悪感はまだ日本人って優しいからね、持たされ気味だから、そこからの重たさは20あったのが20で抜けてないかもしれないけど、恐怖心に関してはなんだかんだこの、今回のね20年、またさらに新しい新年の方に向かう前にね、大きな COVID っていうなんかこうありましたよね。その時でいろいろ恐怖心っていうものを結構みんな外されているのではないでしょうか。だから20年前の自分の恐怖心とか、まあ、怒りとか、そっちら辺のよく一番、宗教でも取り上げられるようなね、人間が絶対みんな持っている、三大的要素を自分なりにちょっとね、自分でバリューをね比べてみてください。そうすると絶対成長してます。でここまで来てるから、そこをパコンって抜けさせてくれるのがこの木星と土星です。来年にかけてオーブがジャストゼロになるのは何回かあるんで、その日をまたお伝えしますね、後ほどね。はい、そんな感じなんですね。はい、はいごめんなさい、以上です。今日ね、なんかいい感じのフライデーになるかと思います。皆さんね、もうね水星の逆行がね、の影響は出てるじゃないですか。出てるんだけど、フライデーだしね、なんか楽しくいけるんじゃないかなって、感じます。まあ、ハワイだからかもしれないんですけど、まあ、いろんなエネルギーの人がまだ混合なんですよね。昨日も書いたのに、空は本当にどんどん浄化されているから進んでいくんですよ。ハワイの元の持っているレムリアとか、パワースポットの、本当にピュアなエネルギーが本当に空の空気に映し出されているけど、ワイキキとかはもうごっちゃごっちゃしてて、なんかすごいなって思うんですけど、それを見るのがすごくね、人間観察で楽しいんですけど、なんかね、その中に、ちょっとやっぱりおかしい人が寝転んでるんですよね。で普通結構ね、アメリカってやっぱクリスチャンの人も多いから、その人がお風呂ですっごい臭かったりとかしても大丈夫って言って助ける人とかいるんですけど、なんかね、昨日はね、ちょっとそれって映しちゃいけない、本当はみんなに、皆さんに見せたいなと思って、それ笑い物にしてもいけないのかなと思って、ちょっとそのルールが分かんないからね、SNS 発信の何かあっちゃいけないと思って撮らなかったんですけど、誰もポンポン大丈夫とも言わないんですけど、でもその人も意地になってずっと動かずに、死んだまでいかないけど、ちょっとなんかアテンション欲しいみたいな感じのね、50歳過ぎの大人がいて、だけど、もう全然暑いから凍え死ぬこともないし、ワイキキって水そこら辺に、シャワーもいっぱいあるから、で食べ物も結構ね、捨ててるんですよ、観光客の人って。だから結構ごめんなさいね、本当に、他のアメリカの寒い国とか都会のメインランドに比べたら本当に、みんなホームレスの人が、ハワイに、移住ね、飛行機乗ってしてくるぐらい、住みやすいんですね、ホームレスの人たちにも。でそれを見てると、なんか水星の逆行のわちゃわちゃ感もある意味、昔は恐怖心があったんですよ。なんか流れが悪くなったらどうしようじゃなくて、もうなんかそのちょっと変なごちゃごちゃした感も結構、なんか面白く撮れるようになった自分がいて、そこで、そうなんです、さっきのね、木星と土星の、すごくね、固く物事を見なくなっている自分がいるなと思って、まあ、それがちょっといいことなのかどうなのかは日本人的にわからないんですけど、でも何もシビアに、いや大丈夫とかいうふうになくて、いやなんかハワイやからみんなホームレスの人もお気楽なんやなみたいな感じで見れる自分を昨日ね、発見できましたといった感じです。そんな感じでね、水星の逆行っていろんな、振り返りも含めていろんなことが目の前にスクリーンで映し出されるから、
そういった意味でも復習とか自分がどんだけ成長しているかっていう見るのにもとてもいい時期に入ったと思います。8月は本当にいろんな星の動きがあるので、一つ一つなんかそれを、楽しくね、使っていけたらいいですよねといった感じ。そんな感じで、できるだけ毎日お伝えしようと思います。ご視聴ありがとうございました。 Thank you for listening and thank you for watching everyone. Have a nice Friday. いってらっしゃい。